まったのか。そうであったのか、ご主人。はう、はっきり言わないでくれ。顔から火が出そうじゃ。さん、天然記念物並みね。あれでは村雨様がちょっと不憫。マコ、私たちで何とかしてあげない？え、よろしいのですか、吉野様。どうして？いけないの？あ、いえ、何と言いますか。一応吉野様は有地さんの元婚約者でしたから。私と有地さんは戦友だと言ったじゃない。そうでしたね。わかりました。少しだけ、おせっかいを焼くことにしましょう。そうね。